ラオスの公園の像、ナーガに守られたブッダ。ナーガは、インド神話に起源を持つ、蛇の精霊あるいは蛇神のことである。上半身を人間の姿で表し、下半身を蛇として描く構図を用いる例も、あるようだが、一般的なものではなく、経典等の記述においては、コブラナカンズク、インドコブラ自体の容姿を思わせる記述としてあり、インドや南伝仏教圏においては、 純粋に蛇として描かれることの方が多い。東南アジアのインド文化圏では、頭が七つある姿が多い。インドの細密画に描かれた、ナーガ社家が悟りを開く時に守護したとされ、仏教に竜王として取り入れられて、以来、仏法の守護神となっている。特に北家行の絵座に列した八大竜王は有名で、その多くが、元はインド神話でも有名なナーガの王であった。 天気を制御する力を持ち、怒ると干ばつに、なだめられると雨を降らす。天候に関して責任感も持っているので、自身の感情を抑えたりもする。チベットでは木の枝にも住むとされている吉兆である。元来コブラを神格化した蛇神であったはずだが、コブラの存在しない中国においては、漢訳経典において、竜と翻訳され、中国に元来からあった。 流進行と集合し、日本にもその形式で伝わっている。ナーガは、英語で蛇を意味する、スネークと、語源上のつながりがあるとする説もある。ありがとうございます。